若林に会ってどうすんだよ。サッカーで勝負するんだ。何？勝負だと？アホかお前。さっきの若林のプレーを見たろ。だから勝負。はな。何？わかったよ、教えるよ。そうか、お前強行してきたばっかりか。それじゃ何にもわかんないな。ほら、あそこのでっかい屋敷が若林の家だ。あいつんちはこの町の昔からの名士なんだよ。チビのお前が勝てる相手じゃねえぞ。あいつは全国大会で相手にワンゴールも与えなかったんだからな。知ってるよ。あ、お前何やってんだよ。なんだこれ。これ。お前まさか。ここから若林の家まで行くぞ。どうしたんだ健三。なんだそのボールは。あの神社の石垣のところから飛んできたんです。バカも休み休み。こっから何メートルあると思うんだ。これは挑戦状。若林君の家まで届いたよ。お前なんてすごい少年だ。健三、お前の勘違いだ。ここまで届くわけがない。しかし俺への挑戦状であることは確かです。しかもこの字は俺と同じ小学生ですよ。バカ、そんな小学生がいてたまるか。俺この挑戦受けます。この大空翼ってやつが何者か見届けてやる。どんな奴なんだ。あんな神社の崖の上から蹴ってくるなんて。俺に挑戦するということは南葛町の奴か。あのヘボサッカー部にあんなキック力を持った奴がいるはずもねえし。なあ健三、大空翼って奴、字は下手でも中学生か高校生だぞ。でなきゃあの距離を蹴れるわけがない。まさかこいつが。若林、こいつがお前に挑戦状を叩きつけた大空翼だ。なんだって。こんな小さな少年がそんなバカな。ふざけんな。このチビのどこにあのキック力があるってんだ。俺はこの目でちゃんと蹴るところを見たんだ。よ
よし、本当にそいつが蹴ったかどうか今試してやるぜ。アズラ、よけろ。へい、俺の蹴ったボールをかわしやがった。お前が大空翼。大空翼、はあ、大空翼、この少年に間違いない。これが二人の天才サッカー少年の出会いだった。